おはこんばんちは、伊藤です。ここ数週間、本業が忙しくゲームができておらず、動画の更新が滞っていました。もうしばらく忙しい期間が続きそうなので、楽しみにしていただいている方には申し訳ありません。ということで、今回挑んでいるクエストは、今週配信された競争襲来うめきたぎる恐怖。内容は強化個体の混沌にうめくゴアマガラとブレンタギルバゼルギウスの狩猟です。意外とあまりない組み合わせですよね。混沌ゴアは体力も多いし火力も高いので、それの強化個体となるとかなり難しいですよね。今回は属性ヘビーで来ていますが、個人的には鉄砲榴弾で行くことが多いです。鉄砲榴弾の構成は過去の動画をご参照いただくとして、今回のコンセプトは属性を使うなら避けては通れない毒魔共鳴を使った構成となります。第4弾アップデートで実装された怪異克服バルファルクの有機変換はガンナー系にはあまり有効ではないということで、結局毒魔共鳴構成がテンプレートとして定着しています。ですが、徐々に体力が消耗してしまうデメリットがあることで、手を出しづらいと思っている方も多いのではないでしょうか。実は私もその一人ではあるのですが、そんな方のために毒魔共鳴でもほぼ体力が減らない工程を組みましたのでご紹介します。毒魔共鳴はご存知の通り徐々に体力が減っていきます。そして自然回復力が無効となり、それに付随するスキル回復速度や合格の恩恵アイテムの活力剤も無効になります。体力を気にせずに毒魔共鳴を使うためには自然回復以外での回復手段が必要になります。そこで役に立つのがアイテムのこんがり魚です。こんがり魚の体力回復効果は自然回復とは別で計算されているので、毒魔共鳴の影響を受けずに体力を回復させることができます。さらには体力回復量アップやお団子の体力回復強化の恩恵も受けることができます。それらを駆使することで毒魔共鳴状態でも体力を維持することが可能になります。例えば今の状態はこんがり魚を食べていない状態です。体力が徐々に減っていき、気づけば瀕死なんてこともありますよね。まあ私は一気に瀕死になりましたけど、そして絶望的状況になりましたけど、誰か助けてください。まさかの神回避、危ない。ミルクが助けてくれました。それではこんがり魚を食べていきましょう。こんがり魚は赤い部分を全開してくれますが、減った黒い部分は回復できません。よく見ると毒魔共鳴で減った体力が減っては回復してを繰り返していますね。この効果によって毒魔共鳴のデメリットをほぼ帳消しにすることができます。こんがり魚の効果は90秒なので、体力減少が気になったら食べる感じでいいと思います。今回は採用していませんが、アイテム使用強化も使えば2分以上も効果を持続させることも可能です。注意することは使用時のモーションが長いことです。なので早食いスキルは必須となります。早食いは回復アイテム使用時の回復速度も早めてくれるので、私のように油断が多い方には非常に有用なスキルです。その効果は広域化をつけていればパーティーメンバー全員に恩恵があります。ここで弱りが見えたので、さっさと捕獲してしまいましょう。
コントンボアは古流ではないので罠はもちろん捕獲も可能です。続いてグレンバゼルを狩猟していきます。今回使用しているボウガンは一般的にはマイナーになるかもしれませんが、私の主要ボウガンの一つ王国騎士銃度フライド界です。このヘビーボウガンは4属性すべての貫通属性弾を使うことができるので、火属性が効くコントンボアと氷属性が効くグレンバゼルでも装備を変えることなく対応することができます。歩き打ちはできませんが歩きリロードはできるので使い勝手も悪くありません。それぞれ特化したヘビーボウガンを作るのが一番いいですが、たくさん作るのがしんどい場合は重宝すると思います。もしくはつなぎの武器としてもいいかもしれませんね。ちなみに付属性貫通ヘビーではビステンモア種のヘビーボウガン起点の石弓六千地蔵が有名ですね。氷属性のヘビーボウガンではルナガロンのヘビーボウガン氷林砲ボルマーンが有名です。最終的にはそれらの特化したヘビーボウガンを目指すのもいいと思います。今回ご紹介する装備構成では防具は使い回せるので装飾品だけ特化属性に変更すれば問題ありません。また防具は無錬成状態で組んでいるので錬成次第ではさらに火力を積むこともできます。自分のスタイルに合わせて火力を積むか防御系を積むか利便性スキルを積むかカスタマイズするのも楽しいですよね。私はどちらかというと防御系と利便性を重視することが多い気がします。今回の構成もまさに利便性の構成ですね。早食いや回復量アップは悪魔共鳴のリスクを抑えるだけではなく、被弾した時の回復する隙も時間短縮できるので一度使うと快適すぎて外せないスキルになります。ここで弱りが見えましたので捕獲しようとしましたが、タイミングが悪いことにお供の睡眠が入ったようです。なかなか罠にかかってくれません。逃げなければいいのですが、はい、お疲れ様でした。最後はヒヤヒヤしましたが無事捕獲できました。このクエストはレア素材が出やすいとかあるのでしょうか。確定ではないにしろ出やすいなら周回するのもいいかもしれませんね。クリアタイムは16分23秒でした。装備の詳細をご紹介します。武器は王国騎士柔道プライド界、パワーバレルとスロットには切断樹と銅混入種をつけています。怪異錬成してしまっていますがスロット強化だけしています。防具は上から頭ウバルカイザーホーンに高知樹と連撃樹をつけています。銅イバルクシャナイラムに高知樹と装飾樹と強王樹をつけています。腕名炎天外異霊ピヌに装飾樹をつけています。腰イバルクシャナアンダに氷結樹スリーと転写樹をつけています。腕名炎天外異レスケロスに火炎樹スリーと火炎樹ツー氷結樹ツーをつけています。五石は回避距離アップレベル3と反動軽減の五石に装填樹を2つつけています。スキル構成は火属性攻撃強化レベル5、氷属性攻撃強化レベル5、攻撃レベル4、攻殻の恩恵レベル4、弾丸節約レベル3、体力回復量アップレベル3、火薬エイレベル3、回避距離アップレベル3、
グマ共鳴レベル3、逆恨み耳レベル2、見切りレベル2、装填速度レベル2、チューンアップレベル2、弱点特攻レベル1、反動軽減レベル1、腕抑制レベル1、強王レベル1、連撃レベル1、粉塵まといレベル1。この構成でメインとなる貫通属性弾を装填数4、反動小、リロード最速で撃てます。はい、いかがだったでしょうか。今回は福間共鳴を採用した安定型属性ヘビー構成をご紹介しました。感想なんかもいただけたら嬉しいです。今回の内容が良かったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星が